日本関東地方千葉県浦安市富岡富岡は千葉県浦安市にある地名。現行行政地名は富岡一丁目から富岡指定目。郵便番号は279-0021。第一機械面埋め立て事業によって作られた中町地区に位置する。地域内は西部が小建て住宅街、東部がマンション、団地となっており、地域の生誕に。 国道357号、首都高速湾岸線が通る。一丁目に、私立富岡小学校、私立富岡中学校、二丁目に、順天堂大学医学部附属浦安病院、三丁目に、浦安富岡郵便局、京葉銀行浦安富岡支店、四丁目に、中央公園がある。東は今川、西は東の、南は弁天、鉄工通り、北は、 三浜と接している。住宅地の地価は、二千十四年一月一日に公表された工事地価によれば、富岡四の十四の四の地点で二十四万四千円、平方メートルとなっている。明治後期、堀江の内田佐平治がこの地に十六万平方メートルに及ぶ池を作り、うなぎやボラの養殖を始めた。その後、池を富岡という人物が買い受け、この池を、 富岡の池と呼ばれるようになったことから、富岡とした。富岡新設時住居表示施行時2017年10月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB、住民基本台帳人口。浦安市。2017年11月15日閲覧。AB、 郵便番号。日本郵便。2017年11月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月15日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。浦安市立小中学校の通学区域。浦安市。2017年11月15日閲覧。ありがとうございます。